はい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあコトンギャバの3つ目ですね。はい、こちらの方の、一番あの人気のあるっていうね、はい、今あのジャンヌベリさんでも、一番人気のあるタイプをちょっとご案内させていただきます。はい、はい、じゃあちょっとご案内お願いします。はい、こちらのサイズはまずフリーサイズになっております、はいはい、でシルエット、もうこれは本当シルエット勝負だと思うんですけど、ね、この後ろのちょっと長めな感じとね、はい、それとギャザーが取ってあるっていう、はい、感じですよね。今年はやっぱりそのなんて秋冬もすごいギャザーのね、まあテーパリングとかそういったことも含めて出てきてるんでね、特にこういったものとかがあのパンツなんかとかもすごく相性がいいっていう感じですよね。はい、じゃあ後ろの方もちょっと見ていただきます。こちらの、はい、どっちかというとコートっていうよりかは、うん、シャツの作りになってますね。はい、で春から春も着れますし、うん、はい、秋、はい、冬とかけて例えば中にですねちょっとダウン、うん、薄いダウンとかを着ていただければ、はい、まあ冬でも、そうですね、はい、着込むことがこちらはできますね。シーズン長そうですよね。ちょっと近寄っていただくと、はい、すごくさりげなくここにもですね、そうですレザーがね、革を使っております、はいはい、これもドロップショルダーでとてもゆっくり作ってあるので、はい、サイズ本当にそうですね、ビッグシルエットとね非常に相性がいいですよね。はい、はい、前を向いていただいて、でこちらのポケットも一応この擦れるところはですね、ちゃんと革で作っております、はい、かっこいいですよね、一つ一つかっこいいですよね、はい、ここですね、本当にこだわりの、それとレザーの襟のところもこのレザー、これはギャバですか。こちらはですね、はい、ギャバです、ね、ギャバですか。折りがちょっとなんか違うように見えるのは光の具合ですね、これね。そうですね、はい、じゃあファスナーをちょっと、はい、ちょっとこういきましょうね、はい、失礼します。これはね、はい、先ほどのその、やつなんで、これも裏もね、こういう風にラインが入っててね、うん、まあ、光沢のあるちょっと裏地が使ってあってかっこいいですよね、うん、はい、ありがとうございます。はい、あと裾がこう、裾はね、コードで調整できる、できるようになってるんですね、はい、もっと絞ってこう、はい、もっとコクンっていうんですかね、そうですね、コクンっぽくね、していただいてもいいですね。そうですね、で A ラインにもなるし、はい、コクにもなるっていう、そうですね、ちょっとこうもう伸ばしていただくと完全な A ラインっぽくなりますね。そうですね、味変をしながらですね、はい、楽しんでいただく、でちょっとこう抜いて、襟を抜いてきたりしても今っぽいかなと、はい、そうですね、そういう感じでちょっとね、はい、そういうこなしなんかもすごくね今っぽいですね。はい、ありがとうございました。ありがとうございます、はい。